皆様方ご苦労様でございます。都議選から参議院選挙、本当にご苦労様でございました。私もずっと全国を応援させていただいて、日本維新の会はそれぞれが後援会をしっかり作る、これが今後の政治活動を生かす道ですから、そのことをあえて申し上げて挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。